県庁で開かれた伝達式には、地方自治や消防、教育関連などの受賞者と、長年にわたる危険な仕事への従事を称えられた危険業務従事者叙勲の受賞者の42人が出席、花角知事から勲章・褒章を受け取りました。今回受賞されました皆様は、各分野の第一線にあって長年にわたり業務に精励され、その果たしてこられた役割と足跡は、新潟県の発展にとどまらず今日の日本の繁栄にも大きく貢献いただきました。県内に住む受賞者は150人で、各省庁でも伝達式が開かれます。